福田純あり8月25日から1994年11月20日は日本の評論家、翻訳家、劇作家、演出家。現代演劇協会理事長、日本文化会議理事、日本芸術院会員。平和論への批判を早くから言った、保守派の文化人で同時期より、シェイクスピア劇局作品の翻訳、演劇上演も言った。産経新聞の論談誌。 正論は、福田と田中道太郎、小林秀夫等の提唱によって創刊された。文芸春秋社の文芸春秋、諸君、自由者の自由などの保守派雑誌への寄稿でも知られた。レトリシャンとか論争の手品師と言われ、一流のリフレーミングの使い手でもあった。1912年8月25日、東京市本郷区にて、東京伝統株式会社の社員であった父。 高四郎、母、正の長男として生まれる。告げありは、石橋治安の命名で、孟子に由来する。第二東京市立中学校で、高橋義孝と同級。旧西浦和高等学校を経て1936年に、東京帝国大学文学部イギリス文学科卒業。卒業論文は、DH ロレンスにおける倫理の問題。大学卒業後は、中学教師。 出版社、団体職員などで勤務した。1937年に第一次、作家精神の後継子である行動文学の導入となり、横光理一と作家の秘密などを発表、文芸評論を始めた。他に、戦前や戦後間もない時期に発表された、カムラ・イ芥川龍之介らに関する論考が、文芸評論での主な作品である。また、 1947年に試作春季号に発表された一匹と99匹とは政治と文学の春別を解く内容で政治と文学論争に一石を投じた。この作品を福田の代表作とみなす見解も多い。群像1948年6月から7月に同家の文学太宰治論を発表。1949年により 日英交流のための団体、アルビオンクラブに参加。昭和20年代後半期より文学への関心は次第に個別の作家論や文芸批評を離れていった。この時期の代表作は芸術をより根本的に論じた1950年の芸術とは何かや芸術、演劇論から人間論にまで展開した1956年の人間。 この劇的なるものなどの著作である。複雑でありの名を世間で有名にしたのは、進歩派前世の中での保守派の論争家としての活動であった。1954年に中央公論12月号に発表した平和論の進め方についての疑問で進歩派の平和論を批判。また戦後の国語国示改革を批判し、1955年から、 翌年にかけての近代地京介たちとの論争で、現代金遣い、東洋漢字の不合理を指摘した。その集大成が、歴史的金遣いの進めを説く、私の国語、質、読売文学賞受賞である。著書すべては、歴史的金遣いで書かれたが、出版社の意向で、文庫祭館の一部等は現代金遣いを用いている。 1969年から1983年にかけては、荒木としめが創設した京都産業大学で教授を務めた。翻訳家としての代表作は、シェイクスピア4大悲劇をはじめとする主要儀曲、ヘミングウェイ、老人と海、D.H. ローレンス裁判人の評論、アポカリプス論に、書簡、ワイルド、サロメ、ドリアン・グレーの肖像である。劇作家、 演出家としても活躍。1952年に文学座に入り、ハムレット自作の竜を撫でた男などの演出を担当するが、文学座の看板女優、杉村春子との意見の相違から、1956年に退座。1963年、かつて福田が手掛けた、ハムレットで主演を務めた、芥川博也、や中谷昇、岸田京子。 神山茂ら文学座脱退組29名と財団法人現代演劇協会を設立し理事長に就任。同協会付属の劇団雲ではシェイクスピア劇の作演出を担当する。やがて芥川と対立すると協会内で新たに劇団契約を設立し、劇団雲から手を引いて芥川らと一線を画するようになった。1975年に 芥川、中谷、岸田、中村信夫ら、劇団雲の大部分が現代演劇協会を離脱し、演劇集団園を設立すると、劇団雲の残留派と、劇団契約を統合し、劇団スバルを結成した。1977年から1979年には、フジテレビ系列の政治討論番組、福雑メアリーの世相を切るの司会進行で、テレビ出演もしていた。 この時期には、韓国大統領、牧正紀と信仰があり、没時に改装期も発表した。1987年から1988年に、かけ、福田恒有全集を刊行したが、平成に入ってからはいくつかの雑誌に、数ページ分の随筆、書簡を書いた以外は執筆発表を行わず、福田恒有翻訳全集が完結した。 翌年の1994年11月20日に、肺炎により、東海大学医学部附属大磯病院で没した。去年82。改名は、実装院常有美心臣孤児。12月9日に、青山葬儀所で、本葬、告別式が行われた。葬儀委員長は、作家、阿川博之で、林健太郎、久米明等が弔辞を述べた。 主な業績は前期の全集や翻訳全集にまとめられた。ただ実践のため短編の論文随想に加え唯一の新聞連載小説である謎の女をはじめ生前観光の全集、著作集には未書集のままの論考著作も多い。2007年11月より福田一等の編集により福田詰あり評論集が観光完結した。福田は 平和論の進め方についての疑問以降、論壇から保守反動を呼ばわりされ、村八部の処遇を受けたと述0回している。朝日新聞論壇辞表では、平和論の進め方についての疑問以降、言及が即座になくなったわけではなく、1966年までは比較的言及されているが、しかし肯定的に取り上げられているのは17で31人中、第28位となり、 中野義雄、小田稔、清水育太郎の半分以下となる。さらに、否定的に取り上げられているのは7であり、否定的に取り上げられる割合は30.8%となり、31人中のトップとなる。例えば、鶴重とは以下のように取り上げている。ベトナム問題が論壇を賑わしているのは、これで4ヶ月目だが、今月になって目立つことは、 アメリカの政策を支持する論文の登場である。中でも一番向きになってこの役を果たそうとしているのは福田構造のアメリカを孤立させるのであろう。福田はいろいろなことをいわば文学者的特権で証明なしに言っている朝日新聞論壇辞表1965年6月22日。しかし1967年以降からは肯定的。 否定的に関わらず言及されなくなり、竹内洋は保守反動評論家というレッテルが定着したのだろうと述べている。このように福田は論壇では否定、そして無視されていくようになる。坪内雄三は福田が問いただした紀子とどもを観光した頃は保守論壇からも完全に孤立していたと評している。堀内克明は著書500パトロールの中で 恋する女たちの福田のテキストから、エイロング、スローリュックを、遠いどんよりした眼差しとしているもその他を、処方を誤った公約であると指摘している。小川隆義は、老人と海の新約後書き解説で、老人の、アラウドを福田が、叫ぶ、ののしるなど、感情的に翻訳している点を批判し、老人の性格描写及び、近現代の用法からその後はターンに、 口にした程度のものである、と述べている。漫画家の小林義則は、福田の人間は生産を通じてでなければ不合えない。消費は人を孤独に陥れるについて、終身論で自身のスタッフに、福田ネアありのこの言葉をかみしめよと、一章を咲いて取り上げている。ABCDEF、複雑ネアリ戦後に意義あり保守の論客、グレートワークスの世界、 近現代日本の思想と学問。神奈川県立図書館。2014年7月28日閲覧。福田構造。デジタル版日本人。明大辞典プラス。ことバンク、2012年6月23日閲覧。竹内。要。メディアと知識人。清水育太郎の派遣と忘却中央口論審社、2012年。 ISBN 978から41億2千四4万4五5 2 p 3 0 8申し人心上。中国アキラ学書電子化計画2012年6月21日閲覧人の優位さを得術知者構造化出動会の出版部編集委員として活動開始アルビオンの編集委員を務めるアルビオン総刊号新月社 1949年、岩井博士、作家の臨終、母肥事典283ページ設立50年目の2013年秋に、一旦解散した。福田純矢理前週第3巻、覚え書き3ハット ABC 竹内2011、P289、竹内2011、P288、竹内2011、P290、諸君。 1997年11月号、後ともひれ、つぼうちゆうぞから断筆、筒井いやすたかまで戦後論断子の50人50冊、ふくだつねあり、ふくだ全集第5巻文芸春秋、1987年、小林義則、のゴーマニズム宣言プレミアム就寝論、マガジンハウス、2010年、203から206ページ。 昭和37年から昭和55年にかけ、九州で4度行った公演と問答集新庁舎での編集者で、退社後は演劇関係で福田を支えた第九章アメリカから帰った福田つねありは文化人の平和論を果敢に攻撃したを収録。著者は文芸春秋、諸君などでの担当編集者。ありがとうございます。